皆さんこんにちは。はい、では今回はロックマン X の実況をではなく自己紹介の動画アップしてなかったなと思いまして、はい、今回の動画は自己紹介です。はい、私ハスミゆかりこと申します。はい、ゆかりというのは紫と書いてゆかりと読みます。はい、実はこれまで YouTube にですねいくつか動画上げさせていただいているんですけれども、考えてみると一度も名乗ったことがなかったなと。申し訳なかったです。はい、ハスミゆかりこです。どうぞよろしくね。はい、もうほんとね、なんて呼んでくれても構わないんですけれども、まあもうほんと紫子でもね、しこでも何でもいいので、はい、よろしくお願いいたします。はい、これで私は8月に配信が開始されましたこのボイ活のアバターを使わせていただいてます。もうほんと私のようなね、絵なんてまるで描けず、自分オリジナルのアバターを用意するなんてとってもできないような人間でも、このようにねキャラクターを使ったゲーム実況みたいな動画を簡単に作ることができて、ほんとすごいなって思ってます。せっかくですからね、この機会にこうやって動画投稿して VTuber さんの真似事みたいなことさせていただければなーなんて思ってます。はい、なのでね、これからこうやって例えば今やってるのもゲームですけれども、はい、ゲームのご紹介動画とか作れたらいいなって考えてます。はい、私はねこういったちょっと前のゲームだったりとか、あ、もちろん最新のもなんですけど、他にもこうフリーゲームとかインディーゲームとか、はい、同人ゲームのようなもの大好きですので、はい、私の好きなゲームとか動画の中で紹介していくことができたらなって考えてます。ちょっとねプレイはねまだ喋りながらやったりするのとかに慣れていなくて、ほんとお見苦しいものになってしまうかもしれないんですけど、はい、温かく見守っていただけると嬉しいです。はい、でもほんと最初慣れなかったんですけど、結構喋りながらゲームするのって楽しいですね。はい、機材は HTC VIVE を使ってます。VIVE の VR 機能を使ってこうやってアバターを動かしたりすることもできますので、これと一緒にねゲームをやっていけたらって考えてます。他にも合わせて VR ゲームのご紹介とかもできたらいいですね。ちょっとバックグラウンドで V 活を VR で動かしているものですから、そういった意味でも少し負荷があって、ちょっと高負荷なゲームとかはプレイできないかなとか今ちょっと考えていたりします。それでね、肉体の方はこうやって V 活さんのおかげでご用意できたんですけれども、ちょっと声の方がね、生声はちょっと、はい、お恥ずかしいものですから、ボイスチェンジャーを使わせていただいてまして、はい、これはもう、有名な恋声っていうソフトを使わせていただいてます。ほんと、すっごいいいソフトで、はい、こうやって別人の声になると、なんか恥ずかしさも減って、はい、皆さんもぜひ試してみてください。ほんと楽しいですから。はい、他にも
ゲームとかね以外にもいろいろできたら楽しいですね。まだちょっと考えついていないんですが、はい。で、ほんと動画を投稿するとか今回が初めてなので、全然動画編集技術とかがなくてですね、ほんと無編集のような動画を投稿させていただいているんですけれども、これからねちょっといろいろ勉強していって、なんか凝った動画とかも作れるようになっていけばいいなって思ってます。はい。お、おや、ふふふ、どうじゃ X。 鍛え抜かれたこの体は、後ろに見える大幕府で鍛えに鍛え抜いたのじゃ。幕府というても江戸幕府のことではないぞ。そんなことはどうでもよい。 X、 カプセルに入るのじゃ。わしが修行の末得した技をお前に授けよう。ただし打ち方は自分で見つけるのじゃ。 X よ、修行じゃ、修行あるのみじゃ。というわけで私も動画の修行をしていきたいと思っているんですが、というわけでこちらがロックマン X の隠し要素、隠しパーツの波動拳です。これはですね、このようにサブタンク4つと、あとライフをすべて取って、その完全な状態で先ほどのようにアーマーアルマージのステージを最後のところまで5回来ると、で、その5回目の時にライフポイントがマックスだったら波動拳のカプセルが出てきます。はい。で、打ち方は当然ストリートファイターの波動拳コマンドです。下、斜め、横でバスターボタン。これはですね、ライフが満タンの時にしか使えないんですけれども、威力が敵ボスのライフゲージを満タンからゼロにする威力がありまして、で、ラスボスのウルフシグマ以外に有効というね、最強の技になってます。波動拳、波動拳、はい。そんなわけで、ロックマン X の波動拳取得の動画でした。ではなく、はい、蓮見ゆかり子の自己紹介動画でした。はい、皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。またね。